ブルーノート洋楽ヤマハがステージで、同じ白のマッチングヘッドなので持ち替えても見た目的にあんまり変わらないなと思ってしまいました。で、足元がシンプルカスタムオーディオのスマートセレクターにインプット AB の、モードにして、で AB ともに各バッファーが入っているのでオンオフできるので、インプット A にパッシブのフェンダーで、バッファーオンでちょいブーストで、アクティブはレベルが最初からちょっとでかいので、インプット B はバッファーオフです。で、2本のレベルを調整してアウトで出して、ちょっと今日はソロで歪みを使いたいなということで VT ベースの歪みを追加して、それのアウトからディアに向かっています。アンプのセッティングは、ほぼフラットですね。結構出力がでかいのでゲインをちょっと上げて、マスターの方にちょっとブライトオフ、ディープオフ、ちょっと硬いのでトレブルカット、ベースちょいブーストです。すいません、このままベースいただいてもよろしいでしょうか。はい。
パッシブですごい出るんですよ。何にも。アンプの中音はちょっとみんなで合わせてみて、はい、もうちょっと調整します。わかりました、ありがとうございます。でこれがメインで、あと、はい、弾いたりもします、はい、お願いします。持ち替えます、はい、でフレットレスです時に歪みを踏みます。レベルがちょっと上がると思いますので、よろしくお願いします。結局セッティングはトレブルをこれこれカット、ミドルちょっとカット、ベースフラット、マスターのみの感じです、はい、今日の相方のセミちゃんです、はい、お願いします。